朴素淳主演作。残念な女性に成長した元美少女と完璧なイケメンに変身した初恋の少年、真逆の人生を送る二人の運命の再会から始まるハラハラドキドキロマンティックラブコメディ、朴素淳ファンジョーム彼女は綺麗だった。2月、遠征劇場でアンコール一挙放送スタート。